はい、どうも、じゅんです。今回はですね、キャノンからちょっと贈り物が届きましたので、そちらを開けてみたいなと思います。で、こちらのキャノンの EOS80D、 この EOS80D から採用されました 18-135 のレンズに取り付けるためのパワーズームアダプターっていうのがあって、そのパワーズームアダプターが80で購入した方は、ちょっと期間限定だったんですけど、一応プレゼントされるということで、パワーズームアダプターにも選べたんですけど、まあ、自分はね、今回パワーズームアダプター選んでいて、やっと今日届きました。本当は7月下旬じゃなかったかな、届く予定だったのが。まあ、えらい遅れて、やっと届いたって感じですね。なんで、ちょっとね、開けてみたいなと思います。はい、こちらがね、その、パワーズームアダプターです。キャンペーン特典って、書いてありますけど。型番が PZE1 っていうやつですね。PZE1、パワーズームアダプター。キャノン純正の商品ですね。ちょっとね、開けてみたいなと思います。開けてみるとこんな感じで、説明書、あと保証書が入っております。と、電池と単4電池4本とパワーズームアダプター入れるためのケースが入ってますね。はい、こちらになります。ここにズームのレバーがあって、あとこれはロックかな。あとここにあのズームのスピードを変えるスイッチとかがついてますね。はい、キャップを外すとね、こんな感じになってて、ここが接点になってるんですよ。で、これがレンズの、18-135 のレンズのあの、接点のとことつながって、動作するんですけど、ここにギアがあるんですよ、ここに。これ。このギアが回って、機械的に動かすっていう作りなんですね。で、あと単4電池が4本必要になるんで、ちょっとそこら辺不便ですよね。重くなるし。はい、こんな感じで、単4電池が4本ここに入ります。じゃ早速ちょっと電池を入れて取り付けてみたいなと思います。はい、じゃあこちらに取り付けてみたいなと思います。ちょっとね、このレンズの裏側にこうやって接点があるんで、ここがね、接触するようにできてるわけですね。じゃあくっつけますよ。どうやってやるのこれ。ただ単にこうやってくっつけて、あのこの合わせて爪があるんで、爪を合わせてくっつけて、カッチャンってこのレバーをこうやってやってあげると、もう固定できたみたいですね。で、ここの、こっちに、ズームの、ファーストスローかなっていうのがあるんですけど、これはね、ズームの速度ね。で、こっちが、MZ、PZ ってあるんですけど、MZ マニュアルズーム、PZ パワーズームっていうんだと思うんですけど、これを PZ 側にすると、電源が入ります。ね、ここにランプがつきますんで、これで、電動でパワーズームできるわけですね。ちょっと伸ばしますよ。これね、ファーストなんで、これ早い方なんですよ。スローにすると、こんな感じ。超ゆっくりスローができます。超ゆっくりズームすることができます。で、パワーズーム側にこうスイッチが入ってると、手動でリングを回すことができないので、必ずこれオフにすることによって、手動で回すことができるようになります。これ要注意ですね。で、あとレンズフードあるじゃないですか。レンズフードをこうやって収納しようと思うと、このパワーズームアダプター外さないと収納できないので、そこら辺もちょっとね、要注意的なところですね。さらにここね、こうやって見てもらうと分かるように出っ張るんで、ここにあの三脚アダプターとかつけないと、H2 とかのジンバルにもつけることできないっていうね、ちょいとめんどくさいんですけど。で、あとこのパワーズームはですね、このスマートフォンを使って、ライブビューしながら、まあ、撮影オンオフとかいろいろ設定変えたり、これできるんですけど、ズームをスマートフォンから連動させて行うことができますので、まあ、これちょっとジェット大作さんとかレビュー上げてましたけど、遠くにいるとこからスマホを見ながら、ズームしたり操作したりすることがまあできるわけですね。そこら辺非常に便利な品物ではないかなと思います。で、一応現状はこの18-135 の、対応のレンズ1本しかまだ対応してないと思うんですが、もう今後ね、なんかいくつか出てくるって噂もちょこっとあったりもありますので、まあ、実際ちょっと、ね、あんま使わないかなって気がするんですけど、まあ、動画を撮るにはいいかもしれないですね。これ手持ちでね。手持ちでこうやって撮るにはいいかもしれないけど、結局 H2 つけたら、結局バランスの問題もあるんで、ちょっとね、難しいかなと思うし、最近このレンズ自体全然自分使ってなかったんで、ちょっと出番があるかわかんないんですけど、まあ、せっかくタダでもらったものなんで、ちょっとね、活用してみたいなと思います。まあ、基本的にはこんなところですかね。要は、この18-135のレンズに装着して、電動で、
要は綺麗な滑らかな、パワーズームすることができるっていうことと、あと、まあ、スピードは2段階あるということ、あとはリモートコントロール、スマホとかを使ってリモートコントロールすることもできるというところですかね。まあ、あと単4電池4本使えますよとか、レンズフードつかないよとか、いろいろあるんですけど、レンズフードあれですよ、普通につける分にはつきますからね。こうやってね、普通につける分にはつきますけど、こう逆さにしてね、収納しようと思うとできないっていう意味ですからね。はい、ということで今回はね、また非常に簡単ではありましたが、ソニーから送られてきましたこのパワーズームアダプター PZE1 っていうものの、ご紹介をさせていただきました。もしかしたらちょっとね、試しにこうズームした感じとか載せられれば載せますけど、もし載せられなければまた別の動画でちょっとね上げてみたいなと思っております。ということでこんな感じでカメラ関係だったりとか、パソコン関係、車関係、ドローン関係、いろんなことやっておりますので、他の動画もぜひ見ていただいて、気になったらぜひチャンネル登録下の方からしていただければ大変嬉しく思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。もうね、買った時はね、このパワーズームアダプターめちゃくちゃ欲しかったんですけど、もう今忘れてましたからね、存在をね。つい最近メールで発送しましたってメールが来てて、おー、そういえばそんなのあったなと思ってるんですけど、なんかね、1万円ちょっとなんですよ、確か。Amazon の URL とか下にちょっと貼っときますけど、別にね、めちゃくちゃ高いもんでもないから、そんなに高価な品物ではないんですけど、まあ便利っちゃ便利ですよね、ズームね。あっちね、持ちやすいですから、あの、こうやって、手握るときはね、結構持ちやすいです。だから、動画撮影こうやって。ね、やるときはいいかもしれない。あ、ちなみに今日は久々にハンディカムで撮影してます。まあ、ちょっとね、80でこっちで使っちゃってたんで、ハンディカムの XP35 で撮影してます。先日ね、よっちゃんさんの一眼トークで、ハンディカムなんで YouTuber は使わないんだとかってちょっとおっしゃってましたけどね。いいタイミングになっちゃいましたけど、ハンディカムどうですか皆さん見て。まあ、本当にね、気軽に撮れますよ、ハンディカム。これね、分かってるんですけどね。どうしてもね、一眼の方が綺麗じゃないかなと思うんですよね。だから自分は使っちゃうんですけど。なんとなく活用したいし、80でも。ただもう本当にこれ重いし、めんどくさいなって時は、ハンディカム持ってきます。さらにめんどくさい時はアクションカム持ってきます。まあ、ちょっとね、用途によって変えるんですけど。まあ、それはね、そのうちまたお話ししたいなと思います。